皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターになりそうはひろゆきでございます。ただいま私は高ぼっち高原に来ております。めっちゃ真っ白なんですよ。今時間がですね、朝の5時半ぐらいかな。太陽が昇ってきたところぐらいなんですけど、なんでここにいるかというと、ここでですねワークショップがありまして、私の主催のワークショップがあってですね、ワークショップを終えて今朝を迎えてるという感じなんですが、前回もこの高ぼっち高原で、ワークショップを開催したんですけども、その時に一回天気が悪くて延期したんですよね。で2回目は晴れてやったんですけど、その時にこの中止になって時間が合わせて来れなくなった人とか、あと、前回参加した方とか、そういう方を中心に今回声をかけさせていただいて、今日はちょっとそのクローズドメンバーというか、で、開催させていただいたんですね。でですね、昼の部と夜の部と分けて開催をしました。昼はですね、タイムラプスの部ってことで、やらせてもらって、夜は晴れたら星を撮ると、成形写真とか天体写真撮るっていうことにしたんですけど、直前にだいぶ南の方で台風が発生しちゃって、急にゴロッと天気変わってですね、今日晴れる、いける予報だったんですけど、急に晴れなくなっちゃったんですよ。でそれで急遽夜の部は中止して、昼の部だけ、ワークショップを行いました。で今日は、私もちょっと皆さんに教えながらなんで、こう仕事片手間にこう動画撮ってたような感じなんで、中途半端な Vlog になっちゃうかもしれないんですけど、どういう感じでワークショップをやっているのかっていうのを、ご紹介したいと思います。夜の部は中止で正解でしたね。ずっとこんな感じで真っ白だったんですよ。今雲海シーズンでですね、こういうことがやっぱ起こりやすい時期みたいで、ちょうどここは雲の通り道らしく、こっから下に雲が落ちるとすごい大雲海が出るっていう感じなんですけど、昨日ちょっと雨の降り方も中途半端だったし、天気もそんなに大げさに寒くはならなかったんで、ちょっと落ちなかったですね。ではそんなわけで、今日は Vlog として、ワークショップの様子をお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。Else in the making. First, she just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. 山頂から一旦、駐車場に戻ろうと思います。今日はめちゃめちゃタイムラプス日和ですね。すごい雲がの形が良くて、タイムラプスを撮るにはすごく楽しい一日なんじゃないかなと思いますね。ほらこんな感じで。今、山頂から戻りまして、一旦ここで休憩しつつ、みんなが撮った、素材をですね自分がチェックしてこうアドバイスして次の撮影ポイントに行くっていうのを、やろうと思います。みんなどんなの撮れてるでしょうか。楽しみです。いいです。すごいバリエーションがあっていいですね。この雲ねめっちゃ綺麗なんですよ、水槽の中みたいなのがすごい綺麗。3つのカットが被写体との距離がね比較的遠いんですよ。だから例えばこういう車に近づいて撮るとか、まあ、次鉄塔のところに鉄塔がでかいから結構入りやすいと思うんですけど、そういう奥行きのある構図でワンシーン入れとくっていうのは立体感を入れるといいと思います。あそこだと結局上しか向けられなかったんで、下向けると柵入っちゃうから。はい、いいんですよ、柵入れて。入れていいんです。柵入れていいんです。いろいろあるシーンの中で1個柵入れてるシーンあったらめっちゃアクセントになるから。いいんです。柵入れていいんです。そこがね、なんかやっぱワンシーンワンシーンで完結しないっていうところがあるから。柵入れたカットを1個入れとくかっていうテイストで全然 OK、はい、でメインはこっちじゃないですか、はい、でメインただ同じ構図で続くとどうしてもそのスライドショーっぽくなるから、何これ写真的にどうなのっていう写真でも構図でもそれが入るとアクセントになって次のシーンが見やすくなる、はい、次それやるといいですよ、ついよれてしまいます。はいはいはい、いいねいいね、これいいね。フィッシュアイで同じ方向を取ってた、多分これシルエットでシルエットくださいって言ったはいはいはい、言ったとこね、時だと思います。これはいいですね。これ変えれるんですね。いや、下欲しいテンション。次はあっちの鉄塔のところに行きます。結構空の感じもいい感じになってきました。すげえ、天使のはしごが濃い。片割れ時に近づいてますね。みんな取ってるかな。ちょっと寒くなってきたんで今上着を取ってきたんですけど、みんな鉄塔のところでノルマ 3C ってことでねやってます。あ、このススキがね、このキラキラ光るのとかいいね。展望台のところで、2時間ぐらいかな撮影してもらったんですけど、そうするとやっぱり自分の構図の癖って出てくるんですよね。だからここではその自分の撮りたい、今まで撮ってた構図じゃない構図で撮るようにしてくださいっていうことでノルマを与えて今みんなトライしてます。どうしても星好きな人はね、上に向けたがるから空が面積が増えたりとか、あと同じ焦点距離同じアイレベル3キロの高さで撮影したりとかするので、3キロの高さを低くしたりとか焦点距離変えてみてっていうことアドバイスをさっきしたんですよね。さあ楽しみですね、どんなのが撮れるでしょうか。お疲れ様です。成沢です。撮影が無事終了いたしました。お疲れ様です。無事終了しました。で、今ですね、もう今日の夜の部はですね、中止にしたんですよね。すごい今天気が曇ってて、めっちゃ天気悪いんですけど、一応日またいで朝焼けが出る可能性がありまして、自分がねそこまで残っていようかなと。あと主催者側なんで、せっかくなんで皆さんこう帰るまでね見送ろうかなっていうの朝までみんなでワイワイやろうと思っておりますね、なんかせっかくみんな集まったからなんかオフ会みたいな感じになってきましたよね、ほんとね。うん、朝焼け出るといいなあ。あー、肉こぼしちゃったさい。すげえ雲ってる。雲のど真ん中に来ちゃってる。やばいですね。こんなに車来るんだね。前回こんなに車来なかったですよ。で、あっちが山頂なんですよ。もう何も見えませんけども。で、この真っ白なんですけど、やっぱみんなゾロゾロ上に上がっていってて。朝焼けを見に行ってる、まあ、もう太陽昇ってる時間なんですけどね。ハイシーズンの高ぼっち高原ってこうなるんですね。ちょっとねマナーの悪い車とかもいて変なとこ止めてたりとか、まあ、大体の人はマナーよくちゃんと止めてるんですけどね。でこう朝まで残ったのは有志の方だけですね。やっぱ自分も晴れる見込みがなかったから朝焼け取れればいいなと思って朝までこう寝泊まりここでしたんですけど、結局こんな真っ白な感じになって。みんな今なんかおにぎり食ってますね。味噌汁とおにぎり今食ってます。何これ、今更晴れてきたんだけど。マークショップ終わってから晴れるんだもんな。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。気をつけてざーす。まあこうやって実際の視聴者さんとかファンの方と触れ合える機会にもなりますし、自分もやっぱり一生懸命撮ってる、みんなが一生懸命撮ってる姿を見てすごい刺激になるのでね、また開催したいと思います。ああ、やっと晴れてきましたよ。今9時ぐらいですか。9時ぐらいなんですけどね、やっと晴れてきました。じゃあ今日の動画はここまでにいたします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイしたっけねー。おい、あーこれ撮らせてあげたかったな。もう切ない。終わってから晴れんだもんな。